皆様こんばんは、なのぜ。わたあめです。オールなのぜ。今回はこの上に天井がある、をプレイしていくぞ。あれ？ねえオール、なんで主はいないの？主はまた新しいことがやりたいと言っていろいろ準備しているそうなのぜ。なので今回はわしらだけで進めていくぞ。まったく何をするんですかね。大丈夫じゃ、最近主は編集頑張っとるから。じゃから主がいない間はわしらで穴埋めするのぜ。オールがそこまで言うなら信用してみようかな。それでゲームはどうなっているの？主人公が夢の中で誰かに起こされたところじゃな。ひとまずあたりを探索しつつ操作を確認していこう。どうやら主人公は学生さんみたいだね。最初は朝食を取るところじゃの。朝食ってことはどこかに台所があるのかしら。ここにたくさん本があるな。どんな学生かわかるね。素敵？よくわからないが世の中いろんな人がいるんじゃの。それじゃあキッチンに行くのぜ。さあ朝食を取ろう。どうやら手順通りにやらないといけないみたいね。と入っても手順は人それぞれじゃからな。ひとまず飲み物を用意するところから始めましょ。一瞬で用意できたのぜ。どうやら手順はこれでよかったみたいね。にしても今のところ日常って感じね。そうじゃな、個人的には少し BGM が怖いが。あらカリカリベーコンと目玉焼きね。そこにマーガリンを塗ったパンもあると嬉しいわね。わたあめは洋食が好きなのぜの。まるでそのご機嫌さが料理にも出ているみたいぜの。さあ朝食を終えたら食器を直すのぜ。テーブルも綺麗にしないとね。食器はここに。ハサミ？何か切った後に汚くて洗おうとしたとか？え？これって。おそらく蛇口じゃないかの。わたあめよ、最初の机を見た時を覚えておるか？ああ確か、人体についての本がたくさんあった時。そうじゃ、可能性は0とは言い切らないが、もしかしたらこの子が使用した後なんじゃないか？わからないことができてきたね。ひとまずもう少し探索を。移動した荷物か一体なんじゃろな？ねえオール、そろそろ部屋を出ない？そうじゃな、わしも怖くなってきたのぜ。どうなってるのぜ？あれは何かしら？矢印のようだけど。そうじゃな、ついていってみるか。わあ、ここもカレンダーだらけなのぜ。ほんの山ね。そういえば主人公の子もいっぱいあったわね。何か関係あるのかの？もう何もかもが怪しく見えるわい。これは6月のカレンダーみたいだね。重要な日とか休みの日？を縁つけているみたいじゃな。次の場所に行ってみるか。ここは本だらけの場所みたいだね。オール、ここを見て。なんじゃ？ボディ？これって主人公の部屋にもあった人体についての本なんじゃない？そうかもしれぬの。運域はこんなに本はなかったから。もしかしたら主人公は変な場所に迷い込んでしまったのか？なんじゃあと黒いやつは。オール気をつけていきましょう。見覚えがある？まだ主人公しか出てきていないけど。転んだ。ひとまず助けに行くのぜ。あれ？カレンダー？これは7月のものじゃな。とても大切な日があるようじゃな。なんだろう？試験とかいろいろ考えられるのはあるよね。話しかけられたわ。この人は、冒頭で出たこの人じゃろうな。一体どんな人なんじゃろうか。そう、私もそこが知りたいわ。知らないのか。結局のところどこかわからずということじゃな。オール、とりあえず先に進みましょう。先に進んだら何かわかるかもしれないわ。なんなのよその不敵な笑みは。さてどうしようか。まずはリフレッシュすべきじゃないかの。リフレッシュねー。そういえばこの子食事をしてからどこかに迷い込んだのよね。
歯磨きがまだじゃないかしら。じゃまず洗面所に向かおう。どうやら鍵がどこかにあるみたいじゃな。そうだな、オールなら鍵をどこに置いとく？そうじゃな、机の上に置くとか本に挟んでおくとかかな。ここはまだ行けないみたいじゃな。あと大事そうだから覚えておきましょう。この閉じている本に挟んでないかの瓶を。これでバスルームに入れるぞい。勉強に専念していたのね。しかも試験前、オールは試験前はどんな風に過ごしてた？わしは期間中は毎日1時間くらいしかやってなかったの。その分毎日予習復習をしていたのじゃ。へえ、オールは真面目だったのね。私はテスト前に詰め込んでいたわ。一夜漬けもしょっちゅうね。普段から勉強は計画的にやった方がいいぞ。窓から音？キャテが出てきたわ。またこの人だ。上に何かあるの？本当に不思議な人物なのじゃ。上を指さしていたから今はいけない屋根裏に行けば何かわかるかもしれないわね。にしてもここにいて主人公は少ししんどそうじゃな。ここにいることもそうだけど日々の試験のための勉強のストレスもあるみたいね。さあバスルームに向かおう。